どうも、終わりすべて、花尾だよ。どうも、終わりすべて、ネガだよ。というわけでですね、この髪の毛、ちょっとお前、ちょっとお前、ゴキブリ住んでるかもしれないんで。いや、自分の髪の毛そこまで髭すんな。念願くんといえば、やはりこのトレードマークの、これは何？エミューの巣、これ。いや、これカリフラワーです。カリフラワー、あの、というわけで、はい、まあ、念願くんのこの髪の毛をですね、はい、まあ、なんとかしてあげたいと。いや、子供の時いじめられましたから、多少。あ、そうそう、おい、こいつテンパーマや。そうそう、というわけで、そんな傷ついた心、それを、え、でも、あるんすか、なんか方法、トリートしたい。トリートしてくれるんですか。というわけで、今回はですね、はい、こちら、でるん、3万円のトリートメントを用意しました。まあ、というわけで、今回はですね、超高級リンスを1日で使い切ったら、人の髪の毛はどんだけトリートされるのはい、というわけで早速やっていきましょう。メンタイクタバスコウィズアスパラガス。じゃあまず1回目、はい、やってみましょうか。1回やってみましょう。何プッシュ、3プッシュぐらい、とりあえず。うわ、でもこれいいやつや。匂いがめっちゃいい。何プッシュやろ。でもお前の髪の毛多いから。いや、でもこんなもんでいいと思うで。あれしてね、もう。いや、うん、まあ。お前マジでほんまにサラリーマンになっちゃったわ、急に。はい、それでは1分。うん、え、リースの適量出てきました。なんぼ毛髪の長さが、うん、鎖骨までの人は1から2プッシュって書いてあります。全然あかんよ。全然じゃあ、お前だって6プッシュぐらいやったで今。やりすぎです。やりすぎやな。あ、でもなんか、え、どう自分で。いや、でもなんか違う。いや、なんかめっちゃいいやつやったら分かるで、なんか。いつものリンスとは違うもん。いや、マジで髪型変わった。いや、マジでどう。え、でもなんかまとまってない、ちょっと。え、かっこよくない。どうキム、これ。いや、思ったよりかは。わかります。わかってくれ。なんも、なんもやねん。見た目じゃ確かに、さっきよりひどくなってるかもしれない、もしかしたら。それは、ルービックキューブと一緒で。そう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 。一回崩してる状態だよ、今。そうだよ。よし、はい、終わり。2回目終わり。はい、次。はい、3回目。4回目、いきまーす。オニスや、この企画。これでも、1回で、10ミリリットルは多分なくなってるよね。10ミリって1回10ミリ使うとしたら、これ1リットルやから。これそれでやっと100回よ。それでやっと100回、100回シャンプー。まあ、これで100回もうさ、100日間頭洗うんでいいやん。いや、そういうことでしょ、お前。頭おかしいけど、その発言。ゆかさん、後ろ流せないっすよ。全然。お、流したわ。あーっと、はい、なんか頭頂部がなんか。流れたな。もうやりそうだ、お前。流れてないお前のせいやないお前。ほら、待ってたもん今。待ってないよ。7回目いきまーす。7回目いきまーす。9回目もうちょっと上手くなると思います。江川さん、僕そろそろこの企画飽きてきたかもしれません。もう絵を描いてます。はい、というわけで20回終わりました。はい、ちょっと触ります。はい、わっ、すごいすごいすごい、絶対変わってる。サラサラなってる、絶対。マジで。うん、この辺は明らかに変わってると思う。パサつきが取れてる気がする。しゃあ、やめろってお前。やめろってお前。あれ、元に戻った。なんか元に戻った。今からですね、キムが科学の問題を出してくれて僕が答えるっていう暇つぶしをやってくれるということで、じゃあ僕は有機化合物で。有機化合物で。はい、問題。はい、エタノールを濃硝酸とともに170度で加熱すると何が得られるか。170度やったら、130やったら GHL エチレンなのよ。エチレンかな。正解。おおか、さあ。はい、というわけで30回終わったんで、はい、ちょっと経過を見ていきたいと思います。はい、はい、せーの、ボン。変化なし。いいんじゃん。でもリアルに、はい、あとまあ40回ぐらいじゃん。まあ折り返し、折り返し、折り返しぐらいです。強いと折り返し。さあ、後半戦頑張っていこう。はい、後半戦頑張れ。頑張ろう。もう出ない。こっからちょっとこれで出したいと思います。なるほど。あと3回やこれ。ラスト3、はい、あと2回。はい、はい、いくよ。はい、ラストです。はい、最後入念にいきましょう。はい、はい、オッケー。オッケー、終わり。終わり、終わりです。終わりです。お疲れです。はい、というわけで髪の毛を全部乾かしまして、
今アイロン一切不使用ですね。アイロンはしてません。不使用で、はい、リンスして乾かしただけです。はい、71回リンスしました。71回ね。それでは念願の髪の毛どうなったのか発表したいと思います。いや、念願は頭が取りますみたいになってるんで、3、2、1、こちらです。ふん。頑張ったと思うよ、これは。というわけで、はい、でも見て、もうちゃんと見てほしいんだけど、俺めっちゃ、俺予想以上に良くなったと思う、でも。パーマの質感が、なんかゆるふわ、おしゃれパーマになってた。はい。というわけで、はい。はい、パンパス。まあ、結果的にですよ、3万円のリンス、1日で使ったら、まあまあいいってことが分かりました。ただ、はい、これを、こうやるともう一瞬でね。やめて、やめて、やめて。あれ？元通り。やめろ、やめろ。元通り3時間前までの展開これ、時を戻そう入りましたね。時をかける展開やこれ。いやいやいや、お前俺は変わったはず。3万円も使ったんだから。こうしたらなるけど、こうしたら展開ない。